どうもマイキです。マイキです。俺がマイキ、東京リベンジャーズのマイキが出てくると思ってクリックした方々、本当に申し訳ございません。前回5年間続けた赤髪をやめ金髪にイメチェンしましたというしょうもない動画を撮らせていただいたんですけども、何を隠そう、このためです。というわけで本日はマイキーがマイキーになってマイキーしていきましょう。早速マイキースタジオから音楽スタジオへゴー。この中で低クオリティのコスプレ出して YouTube で叩かれるのを拾ってるやついる？パーノたちやられてんのに拾ってるやついる？五条悟とシャンクスとコスプレをやって叩かれて、またさらにマイキーのコスプレまでして叩かれるのを拾ってるやついる？いねえよな。俺がマイキーだ。今世間で大ヒットしている東京リベンジャーズというアニメのキャラクターに、私マイキと同じ名前のキャラクターがいることを私最近知りまして絶賛見ております。そしてそのオープニングがオフィシャルヒゲダンディズムさんだということで、僕ネットフリックスで見てるんですけど、毎回ねイントロスキップをバーンって、ね、最速で押してこの企画のために聞いてなかったの。楽しいですよねこの企画、毎回どんなフレーズが来るのかなって楽しみなので。ほんとね、僕23年間生きてますけど、自分と同じ名前のキャラクターとか自分と同じ名前の人に会ったことがないんですよね。だからもうびっくりしちゃって、ほんとに。しかもあんなかっこいいねえ、作中最強キャラでしょ多分今のところ言われるじゃないですか、タケミッチーだから。マイキーすげえ、マイキーかっけえ。いやー悪い気もしないですよね。あざっす。マイキーがね、金髪ロングなんで、この日のために金髪になって今日動画を撮っております。俺映っとったかな、もしかして。今気づいたけど鏡が多分ゴリゴリ映っとった。やけ俺やけ俺こっちに避難したよ。言ってよ。おい、モザイクがダメかなろうが。なんでそっち来たんや。ということでね、早速マイキーがマイキーになってドラムを叩いていきましょう。この中でドラム叩くのひよってる。オフィシャルヒゲダンディズムさんで「クライベイビー」って曲なんですけども、僕の予想としてはヒゲダンさんの曲って BPM90 から100くらいのテンポのものが多い気がしてて、まあ、特に「アイラブ」とか「プリテンダブ」とか「宿命」とかでそこら辺がそんぐらいだったと思うんですけど、今回も、まあ、ちょっと分かんないですけどそんぐらいで来るんじゃないかなと予想はしてます。でもアニメ見てる感じバトル漫画まではないですけど、結構喧嘩のシーンとかもあるんで、プリテンダーよりは激しいだろうなとは予想してます。楽しみですね。もう僕ヒゲダンさん大好きなんで、純粋に新曲を聴くのが楽しみですね。はい、なぜ見てるんです。これ言いたいんですけど、僕本物ですからね、マイキー。僕本名マイキーって言うんですよ。こういう感じでマイキーって書くんですけど、僕本物ですからね。彼万次郎ですから。なんでマイキーなの？多分なんか由来があるのかもしれないけど、なんていうかマイキーなんだけどね、あっちは。うん、なんかごめんなさいね、なんか本当にもう。なぜ見てカウントから入ります。はい、お願いします。
いかがだったでしょうか。あ、めっちゃかっこいいっすねこれ。びっくりした。何回転調した？なんかサビすごいことになっとったね。これ聞いたことあるもんね。フルで聞いたことあるんですけど、転調の回数は多分2桁いってます。これは斬新やな。もう途中からドラムのことじゃなくて曲のことばっかり考えてる。ちなみに知ってたわけない部長、今回知ってました。どうでしたか、ズバリ。ズバリ点数は再現度素晴らしく高かったと思います。いや今回前のオドとホムラと怪物取って叩いてるけど割とうまく叩けた気がする。ちょっと途中スティック落としかけて最初ビビった。ドラ局長、マーチマーチというかってなったらちゃんとヒゲダンになってて、確かに始まりですね。フェイントがすごかった最初。確かに。あと実はアニメであそこ流れてないんですよね。あ、そうよね。やっぱどうしても初見って言ってもね、一瞬そう一瞬流れるじゃないですか。こんな始まり方やったっけみたいな。いやそうなんですよ。まあ素晴らしい対応力でした。 ありがとうございます。さすがね、東京卍会の初代総長ですからね。総長ですよ。しかも初代総長マイキー。はい、マイキー。俺の方がマイキーですから。いかんいかん、本当にこのダブル。でも許してよ、俺こういう名前で生まれちゃったの。彼は本当マンジロマンちゃんですからね。そう、なんでマンキーじゃないの。ボブがボビーになるのにでね、マイキーがマイキーになってもね。マンジロに関してはいろいろ減ってきてますからね。マしか合ってないやん。まあでも見てったら明かされるかもしれないね、名前の由来が。確かにね。毎週楽しみに見ております。皆さんも次回楽しみにしながら見ましょう。この動画面白いと思ったらぜひぜひこんな感じでね、クソしょうもない動画を結構上げておりますので、小島さんになったりシャンクスになったりとかね、他にもしておりますので、音楽のコンテンツたくさん上げておりますので、ぜひぜひチャンネル登録して次の動画を待っていただけたらなと思います。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。